和尚さん、本当に化け物は退治できたのでしょうか。お祓いはもう済んだ。君が試しに泊まってみては。え、ああそうだ、この別荘水道工事をしないと。なら宿泊も兼ねてもらえばいい。名案ですね。さて、どの水道屋に依頼しようかな。こんばんにゃんにゃーにゃー、ミステリー案内ですにゃー。まったく雨ばかりでお洋服がびしょびしょになってしまったわ。おニューの靴も台無しね。さて、今回はとある別荘で起こった怖いお話をしましょう。今日も疲れたぜ。彼の名は健次郎。水道屋を生業としていますが、そんな彼にはある秘密があります。それは。ただいま。お帰りなさい、健次郎さん。そう、健次郎は霊感が強く、過去にはお化けからいたずらされたこともあるんですね。いたずらで済まされないのばっかりだけどな。そしていつしか彼の噂はあの世にも広がり始め、ついには死者の方から頼み事をするようになったのです。ほらよ、頼まれてたものだぜ。ああ、ありがとう。おいおい、泣くなって。だって俺、ゾンビ49のライブ DVD を持って成仏したかったんだ。その夢がまさか叶うなんて思わなかったよ。本当にありがとう、健次郎さん。ああ、達者でな。うん、それじゃあさようなら。それで君はまだ記憶が戻らないのかい、お嬢ちゃん。悪い？別に悪かないけどよ、成仏させるにさせれないからさ。成仏ね。ったく、相変わらず何考えてんのかわからん。おっと、電話だ。はいよ。別荘の水道工事を依頼したいんですが。構わねえよ、いつ行けばいい？ありがとうございます。日程ですが、できれば2泊3日で来れる日にお願いしたいんです。2泊3日？なんで？大掛かりなんじゃないの？お礼も兼ねてです。もちろん3日分のお金は支払いますし、修理後は別荘でくつろいでいただいて構いませんので。おいおい、マジかよ。ええ。ちなみに、健次郎さんには霊感があるのだとか。霊感？小学生のお小遣い程度だけどな。ちなみに深夜はクマが出るかもしれませんので、別荘からは出ないでください。クマ？わかったよ。もし何かあればすぐにこの電話番号におかけください。夜遅くともすぐに出ますので。それでは。2泊3日か。別荘に泊まって給料も出るんじゃ喜んで行くしかねえじゃんね。久々のバカンスだぜ。こうして健次郎さんは別荘の水道工事の依頼を引き受けることになったのです。それが恐怖のバカンスになるとも知らずに。ああ、やっと着いたぜ。まさか夕方になるとはな。んでよ、なんでお前がいるんだ。それも人の頭の上に乗っちゃってさ。へへ、ついてきちゃった。ふふって、にしてもなかなか綺麗な別荘じゃん。こりゃ楽しみだぜ。なんかやばい予感しかしないんだけど。これでよしと。あとは水が出ればよし、オッケーだ。赤い水が出たらどうなるのかと思ったよ。にしても結構時間かかったな。こうして一仕事を終えた健次郎さん、さーて、無事に水道も治ったし、一杯やんべかな。お、なんだよ、ちゃんと用意してあるじゃねえか。管理人さんさすがだね。冷蔵庫にオレンジジュースあるから一杯ちょうだい。へいよ、お嬢ちゃんもちゃっかりしてんな。仕事終わりの一杯は最高。別荘の雰囲気も良かったのか、つい飲みすぎてしまったのでしょう。いつの間にか寝てしまいました。しかし健次郎さんはこの時すでに魔の手が近づいていることに気づいていなかったのです。外だ。外から太鼓の音が聞こえてくる。少女は窓の外を覗いてみました。
暗くてよく見えませんが、ゴロゴロと球体が転がっていたのです。あの球体って太鼓の音に合わせて動いてるみたい。なんだろう。翌日。やっほー、最高に気持ちいいぜ。ゆっくり休むのも久しぶりだ。俺の筋肉たちも喜んでるぜ。ん？おーい、お前さんも泳いだらどうだ？気持ちいいぞ。いいよ、水怖いし。なあ、記憶がないんだろ？うん。でも俺のところに来た。なぜだ？別に。ねえ、それよりもう帰ろうよ。ああ？まだ帰らねえよ。せっかくの休みなんだから。でも。それよりお前さんが痛いなら記憶が戻るまで俺のところにいてもいいぞ。え？どうせ寂しくて来たとかなんだろう。ならまあ悪い例じゃないみたいだし、好きにしろよ。いいの？どうせいろんな例の溜まり場になってるからな。やったー。こうして自然を満喫して別荘へと戻った頃、そこにはもう免れざる客が訪れていたのです。ん？誰かいるよ。男の人？おーい、あんた何してんだ？俺と飲みに来たのか？それとも麻雀でもしちゃう？その男性はいくら話しかけてみても微動だにしません。しかし近くまで行ってみると。聞こえてないのか？ちょっとあんた、ん？やっぱり。そう、男の腕はゴムのようにぐにゃりと曲がり、こちらを見てニヤニヤと笑っていたのです。もはや生きた人間ではないことは火を見るより明らか。だんだんとこちらに近づいてきます。出た。頼むから害のあるお化けは勘弁だ。え？素通りかよ。拍子抜けしちゃうっつーの。まるで私たちが見えてないみたい。その何かは健次郎さんを素通りし、森の奥へと消えていったのです。幽霊は何度も見てるけど、あんなの初めてだった。なあ、お前さんなんかわかるか？あの人がもう死んでることしかわからない。だよな。はぁ、仕方ない。何してるの？こんな気味の悪いところには入れない。帰るぞ。待って、外に出ちゃダメ。え？太鼓の音、聞こえないの？太鼓の音？ああ、ほんとだ、聞こえる。太鼓の音だ。なんだあれ。暗くてよく見えないけど、丸い物体があるな。窓から見えたのは球体の何か。それは太鼓の音が鳴っては動き出し、再び音が鳴れば止まるを繰り返し、徐々に二人のいる別荘へと近づいています。なんだ、模様があるぞ。そして球体が別荘の近くまで来た時、ようやくその正体を目にしたのです。うわ、人だ。人の魂だ。え？本当だ。そう、彼らに近づく球体とは老若男女が幾重にも重なってできたものだったのです。それもその人間たちは皆先ほどの男と同じようにニヤニヤと笑いながらぐにゃりと体を曲げ絡ませ合っていたのです。ついには別荘の玄関前までたどり着きました。おい、別荘の前まで来たぞ。どうすんだよ。チックショー、あんな化け物が入ってきたら全部終わっちまう。すると窓を激しく叩く音もしてきました。おいおい、マジかよ。助けてくれ、ミステリー案内人さん。あれ、今誰かから呼ばれたような。気のせいかにゃ。電話、管理人さんに電話してよ。ああそうだ、トラブルが起きたら電話しろって言ってたな。健次郎さんは管理人にすぐさま電話をかけ現状を説明。すると管理人はまだ出るなんてと小さくつぶやくと、お札をドアや窓に貼り付けるように命じたのでした。まだ出るなんてってどういうことだよ。ドアに貼ってきたよ。ありがとう。窓にお札を貼ろうとした時、彼が見たのは化け物が家全体を囲み、窓からぎっしりと顔が覗く異常な光景だったのです。
ニヤニヤとしながら窓を叩き続けていました。まるで仲間を良くするように一心不乱に叩き続けていたのです。ようやく家中を叩く音が鳴り止んだのは太陽が再び出始めた頃でした。なんだ、管理人さんか。とにかく移動しましょう。あ？今から45年も前から怪奇現象が起きてんのか？昭和50年に別荘が建った頃から何度もあの塊が現れまして、持ち主が次々と失踪しているんです。わかった。鼻から俺をはめるつもりだったんだ。わかってやってたんだろ？いえ、違います。和尚様にお払いを頼んでもう出ないとおっしゃってくれたから大丈夫かと思ったんです。ほんとか？半信半疑だから2泊3日もさせたんじゃないの？誠に申し訳ありませんでした。こちら依頼料とお詫び分も入れておきましたので、何卒これで。ずいぶん入ってるじゃねえか。これじゃかえって悪いことしたみたいだな。あの別荘は取り壊しますのでご安心ください。本当にご迷惑をおかけしました。いいよ、全然気にしてないよ。それより管理人さん、お払いに行った方がいい。怖がらせないでくださいよ。怖がらせたくないけど背中にべったりついてる別荘で見た奴らにそっくりの霊が。次は別の和尚に依頼しろよ。じゃないと死ぬからな。はい。疲れた。なあ。何？お前さん、なんであのお札に触れたんだ？霊は近寄れないんじゃないの？確かに。でも、なんか大丈夫だった。まあいいや。それより、なんて名前で呼べばいいんだよ。名前。でも私、記憶がないから何も覚えてない。さくらって名前はどうだ？そうね、ピーちゃんの方がいいけど、いい名前じゃない？あんなにさ、ケンジロウさんの助けの声が聞こえていたのに、なんで気づかなかったのよ。すみません、ワンピースについハマってたもので。取り壊したんじゃないの？マジ？そしたら怪奇現象はまだまだ続いちゃうじゃない。コツエさん、ハッちゃん、早速お祓い行きますよ。ぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。あんなにさ。いらっしゃいませ、一級ホテルにようこそ。お客様お一人ですか？ちょっとあなた、お払いさせていただきますよ。え？